長い霊、水曜の哲学者たち哲学研究者の長井玲さんがささやかな哲学的問いをリスナー部員のあなたとそして今週は青木さんと一緒にもやもや考えていくお時間です今日の問いが国を愛するとはどういうことかという問いで今日は考えたいんですけれども まあなんかこう国を愛するっていうとこう一般的に右みたいなイメージがあると思うんですけれどもでもいわゆる右を辞任する人の国の愛し方っていうものとただ国を愛するってことは別に右とか左とか保守とか革新とか実はそんなに関係なくて左を辞任するからこそつまり平等な社会を目指したいそれはそういう国であってほしいみたいな仕方で国を愛する人もいたりしてなかなかどちらにも切り分けられないような。 あり方だと思うんですがただこの言葉を聞くたびに私はどうもこの国が好きとかまあ、例えばここだったら日本が好きって言った時に何を愛してることになってるんだろうっていうのがいつも不思議なんですよね何か西川さんや青木さんは国を愛するって言った時に人は何を愛してると思いますか そもそもね、愛するってことがね、うん、何なんだかわかんないですもんねそうなんですよ、うん、愛するとは何かっていうね、本当に哲学の根本問題にもぶち当たっちゃうんです、まあ、もし食べ物だったらよく食べるとか、うん、出会いじゃないですか、出会いの数じゃないですか食べ物うん、食べ物だねそれを国にすると、すでにいるからねっていう、特に母国だとねうん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 何を愛してることになるんだろうなんか意外と そのに例えば日本が好きって言った時に日本というイメージを愛してるのか自分の周りの環境を愛してるのか文化を愛してるのかでも文化って言ってもさまざまですよね。ってなるとな何なんだろうって言うんですけど青木さんはどうですか難しいですよね。あの国を愛すって言われちゃうとあのこう今のようなこう問いになってあ,のあ,のあやふやさんになっちゃうんだけれどもでも例えば僕なんかこの番組でもよく言うんだけどふるさと僕は長野出身なんですけれども。うん でも長野とか僕のこう生まれ育った土地に対するなんかこう愛着みたいなものって年を取ると結構強まっていくようなところがあるじゃないですかうん、うん、でそれって何なんだろうね場所っていうこともあるだろうし、うん、人っていうこともあるだろうし環境っていうこともあるだろうし、うん、そのすべてっていうようなところもあるだろうし、うん、年を取ったっていうところもあるだろうしただ「国を愛す」っていうような言葉になるとね僕なんかどっちかっていうとずっと思っちゃうのは要するにあれですよ。 その愛国なんていうのは、えー、そのなんて愚か者たちの最後の逃げ場だという言葉があるわけですよ、うん、まあだからその国を愛せなんて言ってるやつらはそこに逃げ込んでるだけで、えー、ろくなやつじゃない例えばそんなのあって最近思うじゃないですか例えば何だっけあの統一教会の話なんかね「うんうん、美しい国」とか「うんうん、国を愛す」とか。 日本を取り戻すとかって言ってたけど、うん、隣の国のカルトにあれだけずぶずぶで何が、うん、<laughs> 異国だっていうふうな気持ちもしちゃうのでうん、うん、それを国っていう単位で回収しようとすると大体ろくでもないことが起きるのであんまりこう当てにしない方がいいですよっていうのが僕の感覚なんだけどどうでしょうか先生。でもなんか面白いなと思うのは国を愛するとか日本が好きとか言った時って本当愛してるのはふるさとだったり記憶だったり人だったりする。 可能性があるっていうことうとでそれでもだからこうやっぱ国って何なんだって言った時にやっぱり私たちは頭がぼーっとしちゃうわけですけれどもそれでもなお「国」って言いたくなるみたいな「美しい国」って言いたいとか「この国」ってあえて言いたいぞってまあ逃げ場っていうのもあ,りあったんですけど逃げたくその言葉を使えば逃げたくなっちゃうのかその感覚はどうですかなんかそのど どこの国が好きって言われて、うん、海外をあ、ね、げる人もいると思うんですよ母国以外も。うん、なんかその時の基準と日本が好きっていうのと見てるとこがが違違ううう気がしますすよねお面白いどう違いどそうで,すか、ね、で海外を挙げる時はそれこそ文化とか行ってみて居心地の良さ、うんまあ、あと味覚ですよね味覚ですけど <laughs> 日本だと今まで暮らしてきたこととか自分の人生とかになってくるかなと思って。 ああ自分とやっぱりこう国ってものをこう同一化するというか、うん、国を通して自分を愛するというか自分を通して国を愛するというかそんな感じですかね環境<ー>でもね今の西川さんの話で言えば日本で生まれ日本で育ってしかし日本の国籍っていうものを持っていない人っていうのもいるわけですようん、うん、それはあるいは他のまあ日本の場合はそれ一応いけないことになってないけどその他の国籍を持っている人も 日本と他の国籍を二重で持っている人なんかもいるわけでうん、うん、そういう人たちがじゃあ例えば日本を愛するっていう時の感覚ってふるさとを愛するっていう感覚とそんなに変わらない思いっていうのはあるはずだけれども、うん、その時にその国を愛すっていう風な発想を持つかも持つのか持,た持つべきなのかっていうのはまた違うじゃないですか。今回ねあのサッカーでね結構各国ともに、まあ、ある意味健全なナショナリズムみたいなものが高まるんだけれど。 あの日本の森保監督が「国民の皆さん国民の皆さん」って言ってでここで「国民」って言わなくたっていいじゃないのかなっていうモモヤヤ感感を僕は感じるわけですよだって日本には日本のサッカーを応援しているもちろん日本国籍持っている人もいるけれどもそれじゃない人もいるしもっと言えば日本で生まれ育って日本の国籍を持っていないその日本で暮らしている人もいるわけでうん、うん、だから僕なんか原稿でものを書くときにはその。 国民とかかってできるだけ書かないようにします市民とか、まあ、別の言い方人々とか民とかいう言葉を使ってできるだけやっぱり国っていう言葉あるいは国民っていう言葉はで国民だから問題なのは国民っていう枠をこう作った時にこれってさっきのそのなんとか愛国心はあのその、えー、ならず者の逃げ場だっていうのとある意味逆なんだけれども国民っていう線を引いた瞬間に明らかに排外主義とか、うん 国民と国民じゃないものっていうものに自動的にこうし別していく機能が働くわけですよ。でそれが差別だったりとかあるいは何だろうなこう排外主義だったりとか、まあ、不健全なナシ,ョナ,ズナショナリズムみたいなものにつながってしまうので僕は嫌だと。でもふるさとって言ったらそうじゃないでしょふるさとって別にある意味でそんな明確な線ないのでふるさとにいる人は日本国籍持ってる人もいればそうじゃない人もいれば。 移住してきた人もいればあるいは僕のように 東京で暮らしている人もいれば、うん、いろんな人をね、包摂できる言葉じゃないですか。ふるさとが曖昧ですよね。ふるさとが曖昧ですよね。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど、面白いですね。国と言った時に、やっぱ明確な線があって、こう、何か排除みたいなものと、であるとか。何かしら、何かしら、こう、あらかじめ決められたものみたいなのが、そこに出てきちゃうけれども。ふるさとが好きって言った時は、そんなにそれが感じられないっていうか。うん、その意味付けが生じ、にくくなる。もしかしたら、それ自体にも、何かはらむものがあるかもしれないですけど。ここの違いとかもね。ちょっと と後々考えてみたいですね、うん、はい、ありがとうございますということで今日は国を愛するとはどういうことかについて考えてみました皆さんは何を考えますか長い例、水曜の哲学者たちリスナー部員のあなたからもささやかな哲学的問いお待ちしていますメールアドレスおいでよ atmarkjoqr.net ですまたこのコラムはポッドキャストや YouTube でももう一度お聞きいただけますぜひチェックしてください